アブシールは、エジプトの考古遺跡の地名で、オシリスの家、または、神殿を意味する。エジプト古王国のネクロポリスがあり、後世の遺跡も追加されている。カイロの近郊にある。隣接するナイル川河畔の村も、同じ名称である。サッカラから数キロメートル北にあり、サッカラと同様に古代エジプトの首都メンフィスの高級役人の墓地としても使われた。エジプトには他にもアブシール、またはブシリと呼ばれる村がある。アブシールは、ギーザ北部からサッカラ以南まで南北に続く広大なピラミッド平原の中では、比較的狭い区域だが、古王国第5王朝の時代に首都だった、メンフィスの西の名誉ある葬送儀礼の中心地として使われた。隣接するギーザはエジプト第4王朝が巨大ピラミッドなどの記念碑を建てたため、一杯になり、エジプト第5王朝のファラオは埋葬記念碑を建てる、新たな場所を探す必要があった。アブシールからは古王国時代のパピルスである、アブシールパピルスが大量に見つかっている。19世紀後半、西洋のいくつかの博物館が、ネフェルイルカラーカカイオの埋葬に関する記録文書の断片をコレクションに加えた。20世紀後半には、チェコの調査隊が、ネフェルエフラーとその母カンカス2の2つのピラミッド、複合体の発掘調査で、さらにパピルスを発見している。古代都市ブシリスの近くには、多数の地下墓地がある。ブシリスから、南の平原に、広大な墓地が広がっている。アブシールのネクロポリスの地図アブシールには全部で14のピラミッドがあり、第5王朝の王室の主なネクロポリスとして使われていたことを示している。アブシールのピラミッドは、第4王朝のものに比べると粗雑な作りであり、王権の低下、または国家の経済力の低下を示しているとも言われている。大きさの面でも前王朝より小さく、品質の低い近場の石を使っている。中でも有名なピラミッドは、最も状態の良いニューセルラーのピラミッド、ネフェルイルカラーカカイのピラミッド、サフラーのピラミッドである。また、ネフェルエフラーのピラミッドは未完成である。アブシールの主なピラミッドはすべて階段ピラミッドとして建設された。最大のネフェルイルカラーのピラミッドももともとは高さ約70メートルの階段ピラミッドとして建設されたが、後から大雑把に石を積み足して、真のピラミッドに転換されたと見られている。ありがとうございます。